皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生の社会、私たちの生活と食料生産4時間目の内容です。この時間は、農家の人々は、米作りをどのように進めているかについて調べていきます。まず、庄内平野の農家。 熱産の話を読んでみましょう。熱産は専業農家です。専業農家とは、教科書82ページ左下にも書いてある通り、農業以外で働いている家族が誰もいない農家です。その反対に、農業以外で働いている人がいる農家は、兼業農家と言います。 それでは、熱産の話などを元にした、教科書82、83ページの稲の成長と農作業語読みを見ながら、庄内平野の農作業語読みを完成させましょう。種まき、田起こし、白柿、田植え、水の管理、 農薬をまく、稲刈り、カントリーエレベーターに運ぶ。これらの仕事は教科書に写真で出ているので確かめてみてください。4月に行われている田起こしと白柿は似ていますが、よく見ると違いがあります。農作業ご読みの それぞれの語句の右側に小さい文字で書かれている説明もヒントにしてみてください。国語地点などで調べてみるのもいいでしょう。カントリーエレベーターについては、教科書83ページ右側に説明があります。読んでおきましょう。それにしても、稲の成長とともに、 いろいろな仕事があることが分かったと思います。これらの仕事には地域の人と協力して行っていることがあります。この地域の人との協力について、教科書83ページの本文や、その右下の写真をもとに調べてみましょう。このように、 米作りは地域の人との協力が欠かせません。それでは本日の学習のまとめをします。米作り農家は地域の人と協力しながら稲の成長に合わせて計画的にいろいろな仕事に取り組んでいることが分かりました。次の時間は庄内平野の 米作りの工夫に迫っていきます。